こんにちは、チョメです。今日はキングサーモンを釣っていきます。ブルーギルもバージョン2で追加されたので、この2匹を頑張って釣ります。まずここまでのね、行き方を紹介します。場所に関してはサーモンの放棄が下の方になってます、地図で。で、右側がグランゼドーラ寮に向かう感じですね。で、上の偽りの開封の洞窟、開封の洞窟前のルーラーストーンを使っても OK です。で、こっちの方だとこうやって上がっていって、ここからこちらに向かいます。で、サーモンの方から来た場合はこっちの方から上がっていって、で、ここのところを渡って、穴みたいなのがあるんですよね、この辺りに。ここの穴に入ります。すると下に落ちます。こちらの方に向かうと釣りポイントがあるので、ここでね、キングサーモン、ブルーギルも新しく追加された魚です。釣ることができます。現在私の釣りレベルはこのようになっております。まだレベル上限が達してないので、クイックケーキとか元気玉をちょっと使おうと思っております。元気玉も福引きをね、引いてたら集まると思うので。で、この装備に関してなんですが、これは氷か闇の方がいいと思います。ちょっと闇でやってみます。ルアーはトゲトゲ、炎はちょっとキングサーモンは厳しいかもしれません。もっとレベルが上がったら簡単に釣れるようになるかもしれませんが。おお、いいですね。で、まだこの動画で紹介してないやつはちょっとこうやって見せようと思っております。で、先ほどなんか食いつき度が減らなかったっていうのはトゲトゲルアーの効果です。早速ブルーギルが釣れました。これバージョン2で追加された魚です。もうこちらはすぐに釣れますね。まあ他にはウナギやアロワナ、オオナマズとかですね、まあ、これ元気玉とか使わなくてもよかったかもしれませんね。キングサーモンが釣れるまでひたすら逃がすっていうのが多分正解です。これもあの魚でしょ、ブルーギル。これだったら炎がいいですよね。だから皆さん元気玉は失敗です、真似しないように。あ、これウナギでした。経験値もそこまでもらえないと思うんで、375とかしょぼいので、だから皆様は元気玉は使わないように、逃がすをやりましょう。もう序盤からなんかぐだってるんですが、ちょっと大丈夫でしょうか。これも諦めてやるとかですね。アロワナとオオナマズはちょっと動画でまだ見せてないので、ちょっと釣ってみたいと思います。まあ元気玉大丈夫です、余ってるんで私、福引きで。これはちょっと釣りましょうか。トゲトゲルアーの効果で減らない、強いんですよね、トゲトゲルアーが。で、13減ったっていうのを覚えておきます。まあ、闇の力で引くわ、ちょっと使わせてもらいましょうか。闇の釣り竿でこうやって釣るのめんどくさいですからね。一通り釣ったら逃がしていきます。アロワナでした、これは。さあ、アロワナの経験値は1400。でもクッキーと元気玉込みのこの数値を見せることができるっていうので、まあ、使ってよかったなとは思いますけど。これはどうだ、ヒゲをふさふさしてるってなったらナマズですけど、これもアロワナっぽいですね。これオオナマズでした。ヒゲふさふさやらないかったんですけどね。1950ポイント。で、あとはまあひたすらちょっと逃がします。元気玉は使ってるんですけど、ブルーギルとウナギとアロワナとオオナマズは逃がして、キングサーモンが釣れたらちょっと動画を撮ろうと思っております。で、一応元気玉とかクッキー食べてるので、今何分経ったっていうのは左下でちょっと確認ができるので、これじゃないでしょうか。皆さん 308.2、すごい距離のが来ました。食いつき度ボーナスはなし、今回は 15.9 離れた 24.6。 トゲトゲルアーの力
力で食いつき度は減らない。これは運がいい。この運任せですね。次の行動はやばそうだ。これ緩めた方が絶対いいですよね。竿を引く。疲れているようだ。これ炎の釣り竿だったら炎の力で一気に引いて釣りたかったんですけどね。ちょっといろんな釣り竿を紹介しましょうか。闇の力テンション上がった時に闇の釣り竿をね、激しく噛みついた。なんかすごい口を開けたりとか今しましたかね。ちょっとよく読んでおかないといけない。これ大きく口を開けた。次の行動はやばそうだ。これやっぱり竿を緩め、この時にこれ使ったらどうなるんだろう。意味ないですよ、闇に。これ一応キャンセルはなんかできるのかな。今運が良かっただけっていうのもあるから、ちょっと今真似しない方がいいですね。だから本当になんて言うんだろう、もう引くのがなくなった時に今の闇の釣り竿みたいなのは使ってください。闇に包まれたのが運が良かっただけって可能性がある。キングサーモンを釣り上げた。これなんか炎でもいけそうですね。1101000万32250。結構時間経ってないです。ちょっと装備変えてみましょうか。闇じゃなくて炎。なんか疲れてるんだな。いや炎はねすごくいいですよ。闇だとなんかね釣りづらいんで、なんかテンション上がった時とか結構キャンセルする時に闇とか炎だとも一気ですよ。はい、楽楽。もう逃がすとかしなくてもこんな感じに、ね、うなぎとか、まあ、会心が出る確率が最初高いんでね、そこそこ、まあ、出ない時も結構引けるんで、私は炎の釣り竿派なんですよね。会心が出なかったらこんな感じですね。まあ、それでもすごく早いです。いいね、110の会心の一撃、気持ちいい。音もいいです。お、キングサイズと言いました。皆さんブルーフィル。そっかそっか、キング狙いとかもあるので逃がすよりやっぱりどんどん釣っていった方が良さそうです。このキングサイズ集めっていうの忘れてました。711もらいました。お、289ですね。今回ちょっと炎に変えてます。闇とか氷とかの方がいいと思いますけど。で、あとこれはよく文章を見ておかないといけない。激しく噛みついた。ジタバタ暴れている。激しくが結構減るんですよね。これ必死に泳いで逃げる。これはサービスだ。超力ための時はこの時に闇の力を使った方が良さそうですね。今回竿を緩める。うわ怖。だからやっぱり闇とか氷とか今テンション上げた時に使うみたいな感じですね。もう炎の力で引いたりとかもしてもいいんですけど、もうちょっと解説を見たいので。大きく口を開けた。次の行動はやばそうだ。これもね一応緩めておいた方がいいですね。こんな感じに食いつき度が減らなかったとかなるんですけど、まあ一通り見せることができたので、まあ炎で、まあ、炎でも釣れます。レベルが高ければ。キングサーモン今回はノーマルサイズでした。15125ですね。あれから、まあ、そこそこ時間が経ってますね。15分ぐらいで2匹ほど釣れました。ちょっと最後に、まあ、氷使ってみようかなと思ってるんですけど、氷の釣り竿でちょっと今回は釣ってみます。いろんな釣り竿をちょっと試してみようと思いました。トゲトゲルアーがほんと強すぎますよね。この通常でどのぐらい減ったかっていうのもちょっと見たいんですけど、激しく噛みついた。今減ってたらちょっとやばかったかもしれない。ジパチ、ジタバタ暴れている。必死に泳いで逃げると。超力ため、これ氷の力で引くのはまだ取っておきましょうか。竿を緩める。これ自分の食いつき度が少ない時にね、この氷の力で引くっていうの結構いいですからね。あ、疲れているようだ。全力で引いちゃう？いや、まあいっか、のんびり行きましょう。だからこの超力ためと大きく口を開けているっていうやつに気をつけたら普通に釣れますね。ちょっと氷の効果見せたかったけど
テンションが上がった時に氷漬けにすれば OK ですね。キングサーモン、まあ、使うところなさそうです。私のこの次レベルだったら炎でもいけましたし、まあ、こんな感じです。結構逃がしまくっちゃったので、ちょっと元気タイムのやつはちょっと意味ないですね。経験値のやつ20分で3匹ほど釣れました。280、もしかして氷の釣り竿の効果を見せる時が来たか。最後の最後に闇の釣り竿の動画もちょっと大きく口を開けた。次の行動はやばそうだ。テンション上がってる時に氷の力で引く、まあ、この竿を緩めるっていうのがなくなった最終手段でこれを使うのがいいですよね。これは緩めると痛恨の噛みつき開けますから、まあ、それぐらいです、今回のここは。で、22減ったっていうのをちゃんと見ておかないといけないんで、今ちょっと引いちゃって食われちゃったらやばいので、こうやって、竿を緩めるで回復するとかですね。大きく口を開けた。まあ、この時もね、本当に氷の力、今回氷の力を見せたいので、これをちょっと使いました。これ、本来ならば、食いつき度が自分少ない時にね、使った方がいいですね。だってこの後、あまり引き寄せられなくて、私も1減っちゃうんですよね、食いつき度が。まあ、最終手段です、本当に。一番一番最後、竿を緩めれば、なくなった時にね、使うみたいな感じ。で、何ターンかしたら状態上が治ると。このぐらいに来たら、まあ全力で引きましょうかね。まあ、氷は使うことはないですかね。まあ、闇の方がいいかもしれません。結構4匹ほど釣っちゃいましたけど。まあ、今回はこのキングサーモンのね動画がメインですので、今回闇の釣り竿にしてます。超力ための時とかにこの闇の力で引く、まあ、この場合は竿を緩めるのでも全然大丈夫です。闇の釣り竿の場合も竿を緩めるのがなくなった時にこの闇の力で使うっていうのを使ってもいいと思います。テンションが上がった時にねキャンセルすることができます。闇の釣り竿でどんどん引くことができる。だから確実に釣りたい人はこの闇の釣り竿をね使った方がいいと思います。あと残り食いつき度に気をつけて、で大きく口を開けた次の行動はやばそうだっていう時はこの竿を緩める。もう全力で引くでも釣れますけど、一応動画で見せたいので痛恨の噛みつきっていうのもきますね。じゃあちょっとコイン交換してみましょうか。キングサーモンは普通に、ね、釣れました。レベルアップしました、37に。まあ元気玉余ってるから、まあ、逃がすってやっても案外使ってもいいかもしれませんね。ちょっと数がね元気玉ね溢れ返ってるんで、うびきで。お魚コインをちょっと見てみましょう。結構何匹かね逃がしたりとかしてたのでね、もっと本当なら釣れるはずです。キングサーモンがこのような感じです。ビッグだと11000とかで、ノーマルだとサイズに応じて変わる感じ でブルーギルは本当安いです。ただ図鑑に載せる感じで釣るみたいな感じ。あとはアロワナとか、まあ、ウナギとかオナマズとかですね。まあ、元気玉ね、ない人は使わない方がいいですね。48,644 枚でした、今回。今回は、このブルーギルとキングサーモンをね、釣った動画になります。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。レビュール街道北のところで釣れます。経験値は6050です。元気玉とかクッキーとかを使ってなかったら。